皆さんこんにちはソロンチャンネルです液体窒素で冷やした超伝導体を磁石の上に置くと浮くという動画を見たことがある方も多いのではないでしょうかそのような動画では画面の右の黒い超伝導体がよく使われていますしかしこの超伝導体は取り扱いがなかなか難しいようです理由の一つは含まれているバリオン化合物が劇物に指定されているためか程よいサイズが発売終了になっていました またこの黒い超電導体は湿気に弱くそこら辺に置いておくと劣化して超電導体ではなくなってしまいますそのため乾燥剤と一緒に保管していたのですが私が引き継いだ時にはいくつかが劣化していましたちなみに1個の値段は1万数千円するので数万円分がただの劇物入りのゴミです一方左の黄色のものはビスマス系超電導物質の線で表面がコーティングされているためそこら辺に置いても劣化することはないです 昼ご飯を食べているときに教授が余ったビスマス系超伝導物質の線を丸めてこれで代用できると言い始めたのでそんな適当なもんうまくいくわけないだろうと内心思ったのですがうまくいったので動画を撮ってみましたでは超伝導体の浮遊実験を始めてみましょうまず超伝導体を液体窒素で冷やしますちなみに液体窒素は10リットルで税込1 3200円です 超伝導体が十分冷えたらネオジム磁石を並べたものの上に置いています。浮きました。というわけでビスマス系超伝導体の線を適当に丸めて冷やしたら浮くということが確認できました。別の角度から見てみましょう。 ピンセットでつついても安定しています。どうもピン留め効果が起きているように見えます。理科実験で超伝導体の浮遊実験をやる方は、ビスマス系超伝導体の線を使ってみてはいかがでしょうか。取り扱いが非常に簡単です。この動画を面白いと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。